世の中のレンズ2倍になるっていう非常に危険なサービスははいこんばんばバードインセクトの林です、えー、先日ですね変態を紹介するというテーマで第1弾宮崎工学さん取り上げたんですけれども第2弾ですね BBL 編でございます BBL と言われてもですね今度は宮崎工学さんよりもさらに聞いたことがある方が少ないかもしれないんですけれども今回はですね レンズを改造してより写りのいいレンズにしているという、これも個人の方なんですけれども、屋号は一応計画計画さんというえ方なんですけれども、その方が作っている BBL というレンズというよりはレンズの改造 のことを BBL と呼んでるんですけれども BBL 何の略かというとボケがボケるレンズという非常に面白い役になっていますボケがボケるってどういうことって思うんですけれどもこれね映り見たらねビビります こちらの BBL の公式サイトさんの方の説明を見てみましょう BBL は計画計画さんが制作するオリジナルの改造レンズです特殊な光学機構の効果によってボケの輪郭がグラデーションになるボケがボケる独特なボケ描写を実現しますということでこれ見たらね一発でわかるんですよ一番左が元々のレンズそして真ん中が改造した BBL レンズになっています、えー、これボケに注目してください元のレンズ少し古い光学設計ということもあってちょっとうるさいボケ感ですよねそれが BBL レンズになるとどうなるか何ていうんですかねこのボケにさらにこうボケを重ねたね 描写というかなんかこうお笑いの話みたいになっちゃったのな,、えー、なんですがデメリットとしてはボケが小さくなりますでどのぐらい小さくなるかというと右がアンモディファイド F2.8 ということで、えー、こちらがですね元のレンズを F2.8 まで絞ったものなんですがボケの量としては F2.8 相当になります F1.4 で撮ってもボケが F2.8 二段落ちぐらいのボケになるんですがその代わりとてつもなく滑らかなボケになるという 改造です計画計画さんって言えばいいのかな BBL さんって言った方がいいのかちょっとわかんないんですがまず写真がうまいとにかく、えー、これ全部、えー、BBL 改造されたレンズで撮られた作例なんですけれどもまあ、特にこう衝撃を受けたのは僕初めて知ったの多分4年ぐらい前で結構この古めの作例の方に衝撃を受けたような記憶があるんですけれどもあ僕がこれすごいなと思ったのはこれですね4年前。 こちらですこちらの写真なんですけれどもまあ結構こうね日の丸構図ですごくシンプルに花を捉えた写真なんですけれどもこの写真をまず見てえな何このボケと思って元をたどったらこの BBL っていうサイトにたどり着いたっていうのが僕が最初に BBL さんを知った経緯になりますね通常こんなにスムーズにボケるはずがないので何このレンズっていうふうに思いました でマクロレンズとかでもすっごいこの効果は明白でこれとかもなんとなく見てると多分スルーしちゃうと思うんですがよくよく見るとこんなボケのレンズ見たことないなっていう感じなんですよね。で新しい方の作例も見ましょうこちら室内でサボテンを取ったものなんですけれどもこれもよく見ると。 こんなスムーズのボケのレンズないんですよ。本当に。本当に。いかにこうレンズのボケがスムーズだと言われてもなかなかない。なのでですね、少しこう近所のものとかを撮るだけでもちょっとなんて言うんですかね、異様なというかすごいこうヌメっとした雰囲気になるんですよね。よく僕レンズについてドライアンドウェットっていう話をするんですが、なんて言うんですかね、ウェットだけど 特徴のないウェット感というかがある描写になります。で、ポートレートに関してもなんかすごくこう素直な感じ。で、レンズのその特徴に。 え邪魔をされないもちろんレンズの特徴を生かしていい写真撮るっていう方向性もあるんですけどレンズがいいとか悪いとかっていうことをほとんどなんか考えさせないでもよく見ると「何このボケ感このレンズすごいんじゃない?」っていうような感じの写りですね。えそんんなことあんの っていうふうにちょっと思った方いらっしゃると思うんですけれども、これ実はですね、普通にメーカーさんからも今までに出されています。それぞれ微妙に原理は違うんですけれども、一つはですね、ミノルタですね、現ソニーです。ミノルタのレンズで、今はソニーから出ているこちらのですね、135mmF2.8、T4.5STF と呼ばれるレンズですね。こちら BBL の代わりが STF だと思ってください。 こちらもですね、非常にボケが綺麗なレンズでして、えー、ちょっとフォトヨドバシさんの作例でですね見ていきましょう、えー、これすごいわかると思うんですけれども、えー、どの辺の写真がいいかなあ4枚しか作例がないこの,この辺の写真とか非常に分かりやすいと思うんですけれども、えー まさに BBL と同じような、このレンズの味を全く感じさせない超絶スムーズなボケが出ているというのが特徴です。えー、そしてですね、やっぱりこの T 値、これ明るさを表す値なんですが、F2.8 なんだけれども、4.5の明るさになっているよというところで、暗くなるっていう点でも BBL と同じということになっています。えー、さらにですね、富、え、士、ー、フ,フィルムさんも出されていて、富士フィルムさんは APD、 と呼んでいます。こちらはですね、アポタイゼーションフィルターの略で、アポタイゼーションフィルターとは何ぞやということも、富士フィルムさんは公開されております。これね、難しいんで、かいつまんで説明しますね、えー。これはですね、レンズの中にこういうフィルターを1枚入れるんですよね。これで何が起こるかというとですね、ポテの像の輪郭のみが柔らかくなるっていう現象が起きます。絞りが開放に近づくほど大きな効果が得られると。 ということで,す、ね、でなんかこの APD フィルターって周りに行くほどこう暗くなるみたいなフィルターなんですけれどもそれによって周周辺原稿周りが暗くななるってことはないですえ単純に全体が暗くなってボケの輪郭がすごく柔らかくなるというようなフィルターですね。 で、APD フィルター、これ、外につけれないのって思うかもしれないんですが、この位置じゃないとつけられないんですよね。なので、外付けの APD フィルターで全部のレンズ APD にしちゃおうみたいなことはちょっとできない状態。ということで、非常にこう、レアでですね、富士フィルムさんから、こちらのこのハイスペックな 56mmF1.2APD というシリーズと、 えー、あとは、えー、ソニーさんのこちらの 135mmF2.8 ミノ、え、ル、ー、タから持ってきた技術ですねが、えー、特に有名な日本のレンズになっていて世の中でもそんなに何本もないような感じです、えー、それがですねこの計画計画さんの BBL のすごいところはですねあらゆるレンズをこのボケ感に変えてくれるっていうところですねでこれ僕らも実は頼めるんです こちらのバイのところから実は購入ができてですね購入といっても改造に出してレンズ戻ってくるっていう形なんですけれどもこの太陽レンズがこちらに書いてありますただですねちょっと太陽レンズ最近あんまり多分更新されてないのかなというところで、えー、僕のおすすめはこちらのシグマのアートですね シグマのアートの 50mmF1.4、えー、これをですね改造するっていうのが一番のおすすめになっていますあとはですね、えー、コンタクトから個別で相談したら、えー、このレンズも改造できますよみたいな話をしていただけるということなのでもしご興味ある方はぜひ相談してみるといいんじゃないかなというふうに思いますでもう一回作例に戻ってですね、えー、シグマの 50mmF1.4 僕も、えー、ニコンの Z シリーズに変える前はずっと 世話になってこれ1本でずっとひたすら写真撮ってたレンズなんですけれども BBL 化するとこんな写りになりますというところであこの作例が僕はヒットしましまたね一見この何の変哲もない感じなんですけれどもよくよく見るとボケの量は少ないけどすさまじく丁寧にボケていくので普通ここまで絞るとこの何ていうんですかね滑らかな立体 体感っっっててててなななかか出なくははいいピント合合まます、はい、奥合ってませんみたいな感じになっちゃうところをこう微妙にこう一番のピント面から後ろ見ても前見ても微妙にボケてくっていうこの作例ちょっとどぎモを抜かれた記憶がありますね他にもですねいろんな作例があるんですけれども例えばこれとかも素晴らしい作例ですよねこれで見るとなんかこう 目線が吸い寄せられてここの水滴を見てしまううという感じでですねでここの水滴がピント面で他はは当にこになだらかにボケていくんで変にこう目線がブレないでピントのあったところだけに集約されるみたいな感じですね。という感じで今回 BBL の紹介だったんですけれどもいろんなレンズに対して改造が可能だということになるとですね じゃあ、そのレンズの量が2倍になるというか、どのレンズを元のレンズとして選びますか。 それに BBL 改造しますかしませんかの2択で世の中のレンズ2倍になるっていう非常に危険なサービスでございますえ僕は個人的にはですねえフォクトレンダーの 50mm の F1 に BBL をつけたらどうなるのかなというふうにすごい興味があってちょっとねお問い合わせしてみようかなと思っている次第でございますあとは今思いついつたんですが この間紹介した宮崎工学さんのレンズをじゃあ BBL にしたらどうなのかとかねこれはでもまあ宮崎工学さんにももしかしたら失礼に当たるのかもしれないですしただ純粋に興味としてはこの本当最高の変態と変態が融合したら一体どんなレンズが生まれるのかっていうのはめちゃくちゃ気になるなぁと思いますねなのでゾンネタールの 50mmF1.12BBL みたいなすごくニッチですがまさにこう 趣味としてのでビビる実際これ仕事でも使えますからね仕事でも表現の一つとしてこんなに綺麗にボケるレンズっていうのもなかなかありえないんですごく表現の一つとして取り入れてみるのはいいんじゃないかなと思います特にレンズの味なんていらないっていう派の方はですね例えばニコの Z シリーズのレンズとかはすごく味が少ない方ではあるんですけれどもやっぱ BBL レベル違います、えー、なのでですね味なんていらないという方はぜひ BBL 改造やってみてみるといいんじゃないでしょうかということで今回も最後までお聴きいただきありがとうございました変態シリーズちょっとまだまだ続けようというふうに思っておりますのでぜひ、えー、別の動画も楽しみにしていただけたら嬉しいです、えー、この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますでは次の動画でまたお会いしましょうありがとうございました